中津城の天守閣ですね、昭和39年に再建されたということですね。当初は、1588年に、黒田官兵衛が築城して、この堀の水は海の水から引いてきてたらしいんですね。その後細川家が領主になって、細川家が後を継いで、石垣も細川家の石と黒田家の石の積み方がちょっと違うらしいですね。中津城の天守閣です。